上空より北東側北九州市旧文字税関は福岡県北九州市文字区の文字高地区にある歴史的建造物を復元した建築物。1912年3月、前々年に消失した文字税関の2代目の庁舎として建設。1927年に市海外に3代目の庁舎となる旧合同庁舎が完成するまで使用された。その後民間に払い下げられ、 1945年6月の文字空襲によって屋根がなくなり修復される直前は窓はモルタルで塞がれ倉庫として使用されていた。歴史的意義を踏まえ文字庫レトロ事業の一環として修復されることとなったが痛みがひどく過去の写真などをもとに1991年から4年の歳月をかけて外観が復元された。 内部は鉄骨により独立の加工が設置されている。1995年3月25日に他の施設と共にグランドオープンし、1階は税関常設展示コーナー、エントランスホール、休憩室、喫茶店、レトロカフェ、展示室、2階はギャラリーと展望室となっている。また、2007年11月30日には近代化産業遺産に認定された。 ありがとうございます。